皆さんこんにちは、南部チャンネルです。今回はちょっといつもと違う方向の動画なんですけども、大阪府内堺市でモズ八幡駅近くで初めて見た移動式のオービスです。ですからオービス移動式なんで、やはりこういう中の生活道路、時速30キロとかの道路でも撮影をして、そして違反者がいてたらもう即郵送されてくる仕組みなんで、その場で止めなくても後からスピード違反等が来るんですよね。ですからやはりこういうものもコロナの影響じゃないんですけども、どんどん増えてくると思うので、本当に安全運転、そして速度注意、本当にねこういうのはねあるからでなしに、やはり普段から気をつけておく方がベストですね。もう私もねたまたま自転車で通っててね、そして大阪久々に戻った時にこういう何をされてるんだろうなと思いながら、そして確認したところ大阪府内には現在1台だけです。1台だけでも今後増えると思いますね。皆さん安全運転で気をつけましょう。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。